いどうもこんにちは、こんばんは。本日はですね、第4回目のキャンプですね。第4回目のキャンプ、もうかれこれ3週間から1ヶ月ぐらいキャンプ、ちょっと天候が合わず行けませんでした。で、今前日ですね、キャンプの前日の夜なんですけど、楽しみすぎてもう出ちゃいまして、で全泊しようかなと、全泊でどっか車中泊してから現地山梨県に向かいます。で道中ですね、鎌倉の近辺を走っていたらおしゃれなお店を見つけたので、こちらでまず腹ごしらえをしてから山梨県まで一気に向かいます。あの窓を開けて撮影してるんでね、いつものように叫べないんですけど、後でいっぱい叫びますんで、楽しみにしていてください。ではちょっと行ってきます。山梨県に向かうんですが、先ほどのお店ね、いや本当にいい雰囲気でした。いいアトモスフィアでした。海沿いということでね、非常に湿気があって、おっとごめんなさい揺れましたね、湿気があって車も湿気でやられて、ご飯食べてる最中も湿気ですごくて、雰囲気は良かったけれども味はなんてね、味はまあまあなんて言っちゃいかんよ。というわけでですね、今から山梨県の川口湖に向かいます。川口湖近辺、ずっと行きたかったキャンプ場があるんですよ。そこに行きたかったんですけど、ずっとね天気が悪かったりだとか、なかなか行く機会がなかったので、今回はですね天気も良さそうなんで楽しみにしております。ではまた道の駅でお会いしましょう。バイバイ。はい、鎌倉から2時間半ぐらいかな、ゆったりと走って山梨県の富士吉田という道の駅に着きました。結構やっぱり車中泊してる人が多くてですね、にぎわっております。現在午後の11時で、明日のまあ11時ぐらいまでに動き出せればいい、あ違うな、10時ぐらいか、動ければいいので結構余裕ありますね。問題はちゃんと眠れるかどうかですね。今日はあのビーチボールを買って足元をね高くするっていう方法を取りますんで、果たして眠れるのか。ではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。現在朝の7時ですね。全く眠れなかったです。また前回の道志の森の時も車中泊で全泊したんですけど、全く今回も眠れなかった。車中泊きついな、トラウマになっちゃうな。ちょっとまだ時間があるのでどうしようかなと思ってます。軽く腹ごしらえをしてから1時チェックインなんで、それまでどっかで時間潰します。きつい。天気がかなりいいです。天気予報によると川口湖が33度だそうですね。明日がちょっとね 50% で雨降る可能性があるので、ちょっと怖いんですよね。いやー本当に天気暑い。はい、移動しました。道の駅出て移動しました。寝不足のね、独特のあのぼーっとした頭痛というか、微頭痛ありますけれども、天気がいいのがね本当に救いですわ。とりあえず川口湖近辺行こうかなと思います。前の車、地球は灰皿じゃねえんだよ。道の駅勝山という場所に来ました。山梨県の川口湖に来る、だいたいここ来ますね、時間潰しとかで。こっちの芝生で寝っ転がったりしますね。超汚い。
何ですか、この黄色いの。何これ、虫がすごい。そして大丈夫かな今日、あの川口湖の、川口湖沿いのキャンプ場に泊まるんだけど、すっごい虫、怖い。お腹すいた、いやお腹すいて我慢できないので、十字回転の富士吉田うどんですね、富士吉田うどんのお店に向かいます。初めて行くお店ですね、楽しみ。着きました。10時から開店している富士吉田うどんですね。ここは、来たことあります。1回だけ入ります。はい、来ました、富士吉田。この富士吉田うどんね、あったかいのと冷たいの差し止めました。いただきます。はい、お腹いっぱいです。調子に乗って大盛り頼んじゃいましたよ。結構量多かったで、美味しかったな。相変わらずの弾力、冷やし塩に初めて頼んでみたんですけど、弾力本当にすごい。ゴムを食べてる感じですね。前方に富士山が見えますね。本当にいい天気で、これから今11時ぐらいなんですけど、買い出しに行こうかなと思います。川口湖の近くにスーパーあるんで、そこで買い出ししてから、キャンプ場に向かいます。今日はですね、ベイシアかな、ベイシアスーパーマーケットですね。大きめの、いつもは山梨県の荻野かな、というスーパーマーケット行ってるんですけども、今日は違うスーパーで買い出しをしていきます。やっと買い物終わりました。10時半ぐらいから買い出ししてるのに、気がつけばもう12時過ぎました。なんか買い物してる最中に気づいたんですよね、意識がないって。眠すぎて意識なかったです、ずっと。で、気がついたら1時間半経ってて、今から少しだけアーリーチェックインができるということで、チェックインします。危ない、急ブレーキ。いやー暑い、本当に暑い。じゃあ向かっちゃいます。着きました、やっと着きましたよ。で、こちらがテントサイトですね。でなぜ私がですね、このキャンプ場を選んだかと言いますと、こちらのテントサイト、湖が真横、目の前ですね。そして見上げると、なんと富士山。これね、カメラの中から見ちゃうと小さく見えますけど、あの生で見るとかなり迫力ありますね。ただどうなんだろうな、周りお客さんいないですね。で結構やっぱりテントサイト自体は広いのか、まあどうなんでしょう。もうね、車がバンバン走ってるんですよね、こんな感じで。だからまあちょっと一回テントとか立ててみてですね。じゃあちょっと頑張ります、テント立てます。ですね、テントを立てようとしてもかれこれ1時間経ってますが、全く今この状況です。風が強すぎて全然進められないっていうのと、支えようとしてペグを打ち込んでるんですけど、硬すぎてハンマーが壊れて、もう支えようにも支えられなくなり、周りに重りも、まあ、ちっちゃい石ありますけど、木もねないんですよね。で途方に暮れてて今で、テントもね風で壊れました、強風で。散々ですわ、これはね、洗礼を浴びましてね、すごいここ楽しみだったんですけどね、こんなに硬いとは思わなかった下が。で一応車で風よけしてるんですけど、立てられない。であとね、人がねここめちゃくちゃ通るんですよ、観光客が。それで飛ばされてるシーンでね、幾度となく外国の方にね笑われました。ちょっともうちょい粘ってみます、頑張ります。辛い、助けて。本当にちょっとこれどうしたらいいか教えてください、先輩方。ちょっとあと
暑すぎるので今車の中に避難してます。いやもうどうしようか本気で悩んでます。風収まるの待つか。ただ風収まってもペグがねもういくら探しても刺さんないんですよね。トンカチをもっとめちゃくちゃ重いのを使わないといけないのかな。諦めて帰るってありなのかなこれ。寝不足と暑さを一番心配してたんですけど、まさかね風と地面の硬さという思いもよらない敵が現れました。せっかくの景色が、富士山が全く見えない見えない、全く楽しめてない。理想は早く立てて富士山眺めながら昼寝をしたかったんですよね。それがまずできる気がしない。まずテントが建てられる気しないんですよね。もう辛い、本当に辛い。さっき車で休憩してたらペグが吹っ飛んでテントが湖に落ちそうになりました。それ間一髪受け止めてもう急いで荷物を中に入れて、でも本当にペグが刺されなくて、持ってきたハンマーも悪いと思うんですけど、こう仕切りのロープっていうんですかね、そこに今もう結ぶしかなくて、なんとか支えることができました。今なんとか全部結んだ方がいいのかな。夜になれば多少風は止むと思うんですけどね、もうこれしか方法がないんですよね。本当に困った。で今日は初めてスクリーンハウスですね、これと付属で一緒に買ったセットで買ったスクリーンハウスをもう一個建てたかったんですけど、それもちょっと諦めざるを得ないのかな。ゆっくりしたかったな。ほら富士山がまだ見えてるんですよね。まだちょっとねゆっくりできそうにないです。もうちょい頑張ります。これがテントタイトなんですけど、こういう感じで人がねこれ歩道になってるんで観光客がバンバン通ります。でも下もこれ若干あれですね、気になりますね。こんな感じになりました。だいぶ頑丈になりました。もう散々だよ、テーブルも割れた。なんでこれいつやったんだ。いやこのテーブルはね大事に扱ってたんですけどね。本当にわかんない、ショック。今日ハンマーとテーブルとテント壊れた。まだ完成してないし。今3時半になるところですね。テントを建て始めてから約2時間半かな、まだ完成せず。ただ風が強いので椅子とか出しちゃうと飛んじゃいますね。でテントの中入りたいんですけど、暑すぎてちょっと作業どちらにしてもできないかなというところで、だいぶ安定してきたので、もうこれがなかったら立てられなかった。ペグ一本も使ってないです。全部区切りの区画のところに結びつけて、もうペグは本当に使わず、もう一本も刺さんなかったです、私の力じゃ。ごめんなさい本当に。で富士山はまだ見えますというところで、今ちょっと休憩しようかなと、キャンプ場を少し回ってみます。水汲みもしたいので喉も渇いて行ってきます。見てくださいよこの景色、本当リッチ最高ですよね。ただ今日どうなんだろう、風が強かったのはこの湖畔沿いっていうのも多少あると思うんですけどね。すごいほら観光客がね、すごいでしょ、すごいでしょ、もう誰でも入ってきますここ。それがちょっと気になるな。ただ富士山天気良くてよかった本当。ただ暑い。道路を挟んで反対側にコテージもありますね。ここは河口湖に来た時何度も通ったことありました実は。ただまさかこうしてキャンプをしに来るとは思いませんでしたね。はい、いやー本当に喉乾いた。
この炎天下の中、シシレモンいただきます。やばい、今日酒いらないわ。うまー。とりあえず今日はもう完成です。あとはもうそこにバーベキューコンロ置いて、焚き火台置いて焚き火します。もうね、疲れ果てました。椅子もしてないのと、暑さと苛立ちと、焦りと、もう一時期は本当に帰ろうかなと本気で思いました。ただ諦めないでよかった。やっと一息ついて、今からちょっとご飯の用意でもしようかな。もうご飯作る気力もないぐらいなんですよね今ね。この富士山見ながらぼーっとします。見て見てください。頑張りました。現在5時半。おー、テント立て始めてから4時間半。どう、この変わり果てた姿、だいぶっぽくなりましたね。だいぶっぽくなりましたよね。こっちもだいぶ完成してます。ではですね、結局寝ずに頑張って、まあ、のろのろですけど準備して、こんな感じで、まあ、おしゃれ風にしてみたんですけれども、これ布とか全部100均ですからね。今回ですね、新たに購入した商品ですね、に関して紹介したいと思います。この棚ですね、この棚、まずこの棚がニトリで1900円ぐらいかな、なんか使えそうだったんで使いました。で、下のこの砂糖、調味料、砂糖とか塩入れるところには、つまみとか、なんだ、あ、つまみ見えない、ちょっとぼやけてね、ぼやけちゃった。つまみとチキンラーメンと、あとこれちょうどね、岩谷さんが入るんですよ。岩谷さんの、ガスコンロ入れてます。で、あとはフランフランで購入した、これね、フランフランが結構安かったんですよね。扇風機、暑いと思って、あれ使えない、2000円ですねこれが。まあただちょっとね、今日もともと風が強かったんでほぼ意味なかったですね。で、あとはこの鍋つかみ、これもニトリで300円ぐらいですね。あと、そうだ、あ、この岩谷さん入れ、岩谷さん入れ兼カット、カットラリー系、カットラリー入れですね、ナイフフォーク入れで、あとこのシエルカップとアルミ皿、これ100均です。これもなんか欲しいですよね、見た目的に。いつかはスノーピークの買いたいなって思ってますけど、まあ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 、それは。で、あとボール買いました。で、これもスキレット蓋付きが、これもニトリで1200円ぐらいだったかな。朝ちょっと目玉焼きとか作るために買ったんですけど、卵買ってない今日、うん、卵、目玉焼き作るために買ったのに、うん、買い物してる時もね、ぼーっとしてたんでやばかったんですよね。あとグリルブリッジ買いました。これを使うことによって、岩谷さんを下にこう置いて、こういろいろ動かせるという、なんか便利かなと。あと、まあグリルブリッジ、これ以外にも焚き火台にね置いて、焚き火台に置いて上に鍋を、あれおかしい、あ、乗せられないやつか、なるほど。あ、けどこれあれか、折りたためばいけるな。ちょっと片手でやってるから、折りたたんでやれば、ほら、こうやってこの上に鍋とかやかん乗っけて、まあ、持ってないですけどね、できるのかなと思って買いました。総額7、8000円ぐらいなのかな。また買っちゃいましたね。楽しくて、キャンプ結局毎日見るの楽しみなんですよ、そういうグッズで。安いの探して、ちょっとでもね、こう外で楽しめたらいいなと思って日々インターネット見てます。じゃあもうそろそろご飯の用意していきましょうかね。
あとそうだ、最後にリスちゃんのキャンピングっていうの見つけたんで、ダイソーさんね、この子ですね。じゃあご飯の用意します。もう風邪やってくださいよ、本当に眠れないよこれじゃあ。もう怖くて眠れないよ。どうしたらいいんだよ。